こんばんは、浩二さん。お、ちょっと音が聞こえないかも。浩二さんの、マイクが入ってないかもしれないですね。どうしたんだろう。聞こえないですね。あ、これか。リクエスト出さないと。ミュートの解除を求めます。じゃあ、浩二さん、ミュートの解除お願いします。聞こえるようになりましたかね。はい、OK です。はい、この間音声アーカイブでいただいた分、ちょっと自分の声音声が悪かったんでね、急遽はい。ちょっとトンネルさんマイク用意したんで、今日は大丈夫かと思います。はい、これはどうもどうもありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日お集まりいただきました皆さんも、本当、遅い時間にありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。まだちょっと1分、2分あるんですけども、なんとなく雑談から始めて時間になったらきちんとご挨拶しようと思います。暑い日々が続きますけども、おかわりありませんか？そうですね。ちょっとね、今日の朝のライブでも、久保塾長さんにね、お悔やみのお言葉いただいた通り、ちょっと15年、一緒に苦楽を共にしたペットだったんですけどもね、ちょっと、ね、昨日、息を引き取って、今日、活動させていただいたというような形で、ちょっともう、寝不足やったんですけどもね。そこは、気合を入れて。今日は、この間ね、ちょっと耐えきれなかった部分含めてはね、させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。い、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、寂しいことがありましたけども、まあ、その思いもこう秘めながらね、新しい一歩を踏み出していただきたいと思います。私も自分なりに、まあ、なんと言いますかね、YouTube を通じて、私もね、なんかこう、自分の身内の一員という気持ちでね、勝手に思ってましたんで、なんかちょっとこうね、私なりにこう、思い止めるお願いいたします。逆にね、うちには、まあ、生まれて1歳半の大和くんがいますけども、まあ、浩二さんはじめ、多くの方に、我が子のように、我が孫のように、見守っていただいているところがありますんで、私もね、自分の子供というよりも、このみんなに育ててもらってるなと。だから、多くの方に恩返しをするつもりで、大切に育てていかないといけないなって思いますね。この命っていう問題は、私たち生きてる以上は、忘れてはいけない問題ですし、まあ、なんと言いますか、私の感覚だと、生きるっていうのは、ちょびっとだけ死を混ざってる、死ってものを混ざってるんじゃないかなと思うんですよ。ある意味死を覚悟しながら全員が死に向かっていく。だからこそ今いるね、こういった関係を少しでも大切にしていきたいなと思いますし、なんかね、失われていい命はないと思いますんで、できるだけ全うしていきたいですしね。まあそれはね、私も犬を飼うことが多かったんですけども、やっぱりこう、辛いですね、きついですね、最後の瞬間っていうのは。まあ、見とれたのが私もね、唯一の救いだったんですけども、でも仕事やね、その他、暮らしの忙しい中で、ちょっと目を離した隙に、一人でね、コトンと行ってしまうこともあったんじゃないかなと思った時に、まあ、せめてね、私のこの目の前で、息を引き取るっていうんですかね、そういう瞬間、私の場合は、今までずっと一緒に過ごしてきた、まあ、ワンちゃんはね、3匹いたんですけども、3匹とも、なんかね、私のもう腕の中で言ったらね、抱きかかえてるわけではないんですけども、なんか思いがありますね、ちょっと溢れていくものが。はい、ちょっとしんみりとしちゃいましたけど、すみません。じゃあ、改めて、今日は今日で、張り切ってやらせていただこうと思います。浩二さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでね、改めてお集まりいただいた皆さんにもお話しさせていただきますけども、今回ね、令和速稼塾マネの虎なんて大層なタイトルをつけてしまいましたけども、イヤホン持ってきてみるか。クラウドファウンディングという形でね、浩二さんの事業を応援する方を
募ってきたわけなんですけども、まあ、今日はね、お時間取らせていただいて、どのぐらい集まったのかということも報告していただきますけども、割とね、前回放送してね、浩二さん、早速手を挙げてくださる方がどんどん出てきて、9月末までというね、ことで浩二さん募集されたんですけども、この調子だったら8月末までに決まるんじゃないかなっていう風な雰囲気も出てきちゃったり、あとね、なんかこう、浩二さん自身、なんかこういう風に応援されると、また気持ちもひとしおなんじゃないかなと思いますけども、今のお気持ち、ちょっとね、奮い立ってるような気持ちがあると思いますけども、どんな感じですか、その辺。ちょっと待ってくださいね。音声が僕の方ちょっと聞こえにくいんで、ちょっと待ってくださいね。あ、私の音声が聞こえにくい。はい、ちょっとお待ちくださいね。浩二さんはね、何でも屋っていうのをやるそうなんですけども、皆さん音声大丈夫ですかね？聞こえてますかね？チャットの方でどうでしょうか？21時半ぐらいで退出させていただきます。OK です。で、相川さんお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせいたしました。ああ、またなんか感じが違いますね。はい、ちょっとね、バッチリ聞こえてる。はい、はい、これで大丈夫です。バッチリ聞こえております。じゃあ、改めてもう一回お伺いしますけども、はい、多くの方がね、早速応援してくださって、実際に入金も入ってますよね。はい、そうですね、はい。で、9月末まで一旦第一次締め切りを設けようってことで、前回はお話したと思うんですけども、なんかこの様子だったら8月末で決まっちゃうんじゃないかなみたいなところがあって、もう肌目にしみてね、浩二さんのことを応援したいって方が実際に動いてくださるところに、まあ、思いもひとしおなところがあると思いますけども、なんかこう気合が入っちゃったりとかね、なんかその辺の思いをまずはお聞きしたいなと思います。はい、そうですね、すでにね、ご入金いただいた方と、それから応募をね、応援していただく、いただいている方と、多数いただいておりますのでね、まずしっかりそのご誠意にね、お答えできるようにですね、私どもも気合い入れて、ヘラクレスのね、グループ長である上とですね、先日ちょっと電話の方になってしまったんですけども、話し合いをしてですね、しっかりとした目標っていうのをね、立てておりますんで、また後ほどそれは報告させていただきますけども、それとまずね、もうすでにご入金いただいた方と、フォームの方の申し込みいただいた方にまずお礼をですね、一言言わさせていただきたいと思います。多数の方にね、ちょっとお名前は今回、控えさせていただくんですけども、数名の方からすでにですね、もう希望額に近い状態の入金を私の口座とですね、それから久保塾長さんの口座をお借りして今回クラウドファンディングっていうのをさせていただいてるんですけども、かなりのね、もう希望額にほぼほぼ近い、あと一息ということでね、ご出資いただいた皆様にね、まずお礼を言わさせていただきたいと思います。本当に貴重なお時間と貴重なお金をですね、このガラワル系 YouTuber である川原浩二石成浩二にですねご出資いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。私からもねお礼を申し上げたいと思いますけども、浩二さんいかがですかね、このクラウドファウンディングって形で私提案させてもらいましたけども、実際お金集まるのかなっていう不安があったり、はい、誰も入金しなかったらなんか寒いなっていう不安もあったと思うんですけども、実際こうやって支援してくださる方が現れたじゃないですか。なんか、はい、まあよく言うことですけども、信じられないなみたいな、すごいなっていうような感情はあります。そうですね、やはりこれ私一人で私のチャンネルでやったところでね、ここまでのことにはならなかったんで、やはり久保塾長さんのお力の偉大さっていうのをですね、感じさせていただいたところでありますね。
いや、お恥ずかしいです、そんな。浩二さんの人柄あってこそだと思いますけども、なんか、私もそうなんですけども、浩二さんも感じてらっしゃるかもしれませんけども、この YouTube っていうものがね、私たちの人生の途中で急に出てきて、じゃあちょっとやってみようかなっていうふうな興味と期待、それからちょっとした不安ね、自分が顔を出して、はい、どうなんだろう、批判が来ないかな、怖いなみたいなところもあったと思うんですけど、やってみてね、なんか、感動がすごく多いんじゃないかなっていうところと、中にはまだお会いしたこともない方が入金してくださるみたいなところを目の当たりにしていると思うんですけども、その辺いかがでしょうか。そうなんですよね。今回ね、もうほとんどの方実際お会いしたことがないんですよね。動画配信をされてる方もね、何名か今回ご出資いただいてますので、動画でしかお顔をね拝見させていただいたことがない方、またお顔すらね、お名前は存じ上げているんですけども、お顔を一度も拝見をしたこともないお方からですね、このように開業資金、小さな会社のですね、川原企画の開業資金にですね、ご出資をいただいたというのは、やはりこの、言葉では表せないものがあるんですけども、やはりこの YouTube っていうのを、やっててよかったなっていうのはありますね。やっぱりそうですよね。はい、で、これは同時に今、このね、Zoom のライブをご覧になっている皆さんにも大いに可能性があることだと思うんですよ。で、本当にね、浩二さんだけが特別に今回の企画を、成功にね導けているという、部分もありますけども、でもそれは浩二さんね、浩二さん自身以外の方もこうすることによって何か新しいものが生まれるかもしれないってことを、なんかそういった期待っていうのは他の方にもありますよね、これはね。そうですよね。今日もちょっと今回の話とはずれちゃうんですけども、はい、久保塾長さんのね動画の吉谷さんとの動画の中で、ちょうどねお昼っていうか2時過ぎぐらいにメールをいただいた時、ちょうどね億万長者合宿レイジのね吉谷さんの動画を拝聴させていただいてたんですけども、借金6000万男の方のね動画をね、YouTube 10日しかやらずに次はどうしたらいいのかって、最初そうなると思うんですよ。最初そうなると思うんです。何にもないところからスタートするとね。僕もそうでした。でも在宅期間が長かったんで、僕の場合はね1日15本とか20本とかっていう動画を上げてたから、すぐにネタに困ってしまいましたけども、塾長さんにね相談させていただいたこともありましたよね。ネタ切れになったらどうしたらいいんですかっていうご相談をさせていただいた時にね、ガムを持ってね7色のガムですと、もの一つ、身の回りのものを一つ一つでも動画のネタになるんだよっていう指導を受けまして、そうなんやっていうふうにねまず気づかせていただきましたね。すべてね、例えばここに下着の色物があります、サイズは LL です、チャンピオンっていうブランドなんですっていうこの一言が動画のネタになるというね、気づきをいただけた、教えをいただけたっていうのは本当感謝しておりますね。ちょっと今ね、インターネットの工事、光回線の早いのにしようと思ってね、今ちょっと工事中で、動画の本数っていうのは、もう短い動画しかね、本当に上げれないんですけども、1日1本は必ずね、なんだかんだの動画を上げていこうと思いますので、また本当ネタに困ったらね、久保塾長さんに相談されてですねヒントをいただいて、どんどんこう YouTuber っていうのを誕生していただきたいっていうのが本心ですね。そうですね。
私もね、ネタに困るってことはないんですけども、でもネタの作り方っていうのは日々発信する中で受け取っていただけるかなと思ってやってるのがありまして、私が今ね、すごく力を入れてるのが、懐かしいっていうキーワードなんですよ。ね、昭和の懐かしさを自分なりに表現する。例えば今日やったのは、私今住んでるところが、実はまあ幼い頃、生まれ育ったところなんですよね。なので、昔、子供の頃、小学生の頃、この辺にはこんな店があったはずなのに、みたいなところを振り返って訪れてみると、いや本当になんかこう、当時の思いがジーンとしてきてね。で、きちんとそこに、町名とかキーワードとかを入れておくと、同じ地元で他の土地に行った方がたまたま見てらっしゃってコメント書いてくださったりとかしてね。はい。ああ、やっぱりこういう出会いってあるなと思うわけなんですよ。再生数はね、本当にローカルなところの話題なんで、ちょびっとなんですけども、でも、その再生数10、はい、20の中の一人が、ああ、懐かしいです。久しぶりにこの話題聞きましたみたいな感じで来ると、なんか、ああ、YouTube って感動に出会えるなとか思っちゃったりね。そんなことがね、ありましてね。まあ、それもネタの一つなんで、まあ、浩二さんも、私、やり取りさせていただく中で、まあ、いろんなね、私も浩二さんにご質問させていただく中で、たくさんの返信をいただいて、はい、まあ、限定公開がね、結構多かったりするんですけども、この土地はこんなとこだよみたいなね、私は実際行ったことないのに、浩二さんが詳しい地名とかね、そこで起きたエピソードとか話してくださるんで、私としてはものすごくバイブルなんですよね、そういうのが。きっとこういうふうに多くの人が求めてるわけではないんだけども、いやそれ知らなかった、知りたかったっていうのがね、発信できる、そんなネタがね、もうみんな皆さんにあると思うんですよ。皆さんに何かがあると、誰かを感動させるものがね。そうなんですよね。だから何でもいいんです。ふるさとの話でもそうなんですよね。もう地域限定になってしまうかもわからないですけども、その地域の方は協賛していただけるというふうにね。はい、で、私は以前ね、ダンプの運転手とか、長距離の運転手とかしてたもんですからね、本土、それから四国、九州ぐらいまではたびたび訪れてますんでね、その地方のお話はさせていただくようにね、させていただいてるんですけどもね、どうしてもね、数、YouTube に対して数走らすのは、やっぱり、久保塾長さんおっしゃる通り、時事ネタ、これは一番数走るんですけども、皆さんやられてるんでね、まあ、皆さんの配信スタイルっていうのはあると思うんですけども、それも織り交ぜながらですね、時事ネタですね、はい、を織り交ぜながらですね、配信していくと、再生数っていうのは伸びていきますし、途中でやめるんじゃなくてね、1日1本でもいいんですよね、動画を上げ続け、うん、続けていくと、気がつくとチャンネル登録者さんも2桁から3桁になってて、うん、ね、それが YouTube スタジオで編集しようと思って数字を見たら、あれ200人超えてるみたいな感じでね、またそれはそれで増えたり減ったりは、チャンネルの登録者っていうのは増えたり減ったりするもんなんですけども、でもそれも一つの勉強になりますんでね、何がいかんかったんやろうかって、自分の動画をね、見直すことによって、この発言がいかんかった、あの発言があかんかったっていうのは、日々やっぱり勉強になっていくんで、まず質より量産、久保塾長さんよくおっしゃいます。まず質より量産です。で、その中から走るのをチョイスすればいいんで、で、それをね、バラエティのように全て一本化するのもよし、またね、バラエティのようにいろいろな裾野を広げてね、いろんなこう放送をかけれたら、本当ネタには困らないですからね。うん、はい、浩二さんがトラックドライバーをされていたっていうことですから、おそらくいろんなドライブインのネタとかもなんかあるんじゃないかなと思うんですよ。実はドライブインって全国でどんどんなくなっていっててですね、はい、ああ懐かしいなみたいなこと、もう今はないんだけど、ああ食った食ったあそこのおでんみたいなネタとかってね、
なんか思いのままにお話しすると、いろんな方をまたね、巻き込めるんじゃないかなと思うんですよ。それがまあ私の言うね、懐かしさの一つでもあるんですけども、まあ、まさにね、あの放送のネタっていうのは、あの私思うんですけども、多数決から少数決に移行してると思うんですよ。この多数決っていうのは、このネタなら多くの人が反応するだろうっていうのが多数決なんですよね。多くの方が共通認識しているもの、それから少数の方が大事にしている、とてもじゃないけども、なんかテレビニュースには出ないし、全国で知ってる人がたくさんいるわけではない、共感する人がたくさんいるわけではないけども、少数なんだけども、そのネタ取り上げてくれてありがとうみたいな人が数人いるみたいなものが、そういうものがたくさん生まれるはずなんですね、これからね。そうですね。まあ、専門用語で言うと、ロングテールっていうんですけどね、あの、1万人に1人しか興味ないけども、でも、日本全国だったら、もう何千人もいるんだよみたいなね、そういう小さなコミュニティを立ち上げていけるのが、個人メディアの。まあ、口コミュニケーションのいいところだなと思いますので、本当にね、自分の育ってきた小さな、それこそね、小学校、中学校みたいな、もう廃校になっちゃったところの方が、これから価値高めるんじゃないかなと思ったりね、こんなものを放送してもネタにならないだろうと思えば、こそそれをやった方が良かったりするんですよね。そうですよね。ちなみにですけども、まあ、これ本編からどんどん離れていってしまうんですけども、はい、六条のピアノマンさんの松潤さんのライブを最近よく拝聴させていただくんですけども、はい、この間、速報でね、ライブ中に速報でパラリンピックのメダルの速報が流れて、で松潤さんが、その話をしだした途端に参加者が52名でしたかねぐらいまでぶわーっと集まって、で本編の話に戻ってくると徐々にまたいつものメンバーが残ってきたというようなね、うん、やっぱり時事ネタとかそういう風なは結構みんな興味があるのかなっていう風にね、うん、感じます。はい、まあこうした話させていただくとね、浩二さんももう YouTube のコンサルですね、完全に。いやそんなことないです。まだまだ勉強しないとねいけない部分、私の場合はね、不適切な発言と言いますか人を不愉快にねさしてしまうことが多々あるんでね、その辺は注意しながら言葉選びながら配信はしてるんですけどもね、やっぱり人間としても感情で生きてる動物なんで、抑えてこのことに絞って話をしようと思ってても、僕は話好きなんで、どん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 このようにね、話が本編からどん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 ずれていったりしてしまうんですけども、まあ、それも日々ね、勉強していかないと、まだまだいけないなっていうふうに感じております。はい、はい、私もなんか身につまされるような思いで、私も言い過ぎることが結構あるんでね。まあでもそれもね、自分というものの一部ですから、まあ、愛おしく思わないといけないのかなと、まあ、不快にさせた方がいらっしゃれば、本当にその都度反省とともにね、後悔するのはやっぱり自分自身だったということですけども、はい、小西さん、うん、はい、ありがとうございます。どうぞお続けください。そこでね、もうやめちゃうんじゃなくて、改めてお詫びをして、不愉快した方、不愉快な思いをした方にお詫びをさせていただいて、やめてしまうんじゃなくて、そっから続けてほしいですね、うん、YouTube の動画配信っていうのは。はい、そうですね。本当になんかこう山あり谷ありとは言いますけども、いろんな失敗を繰り返してまさに自分というものは磨かれていくと思いますし、多くの方との関係、はい、信頼関係っていうのは時に傷つけてしまうことがあるからこそ、信頼関係ってそれを乗り越えて強まっていくと思うんですよね。やっぱり人間、綺麗なものばかりではつながりにくいんで、はい、たまには誤解や嘘ってのが混じってしまったりね、ごめんなさいっていうことで、はい、あ、この人は反省できる人だなっていうふうに高まっていくと思うんですよね、人と人は。はい、はい。やっぱり意図的に誰かを傷つけてやろうとかね、誰かに迷惑かけてやろうって、思うわけではなくて、まあ、ついて出た言葉とかね、はい、感情的にカッとなってしまうってことは、やっぱりちょっとね、反省しなくてはいけないところなんですけども、うん、そういう面がやっぱりこう人間らしいところかなと思いますしね。そうですね。
そこで何も学ばなければもうそれで終わりになってしまうんですけども、はい、そこでね誰かから視聴者さんからアドバイスなり苦言なりいただくと勉強になりますし、動画配信の糧にもなりますのでね。はい、はい、まさにそうですね。やっぱり発信者となったからには、はい、いろんな批判も受け止めなくてはいけませんし、そうです、自分自身最も改善させていただけてる機会をもらってるのかなというところですね。そうなんですよね。私もある方とね、ちょっと最初苦言をねメールの方でいただいてですね、お名前はもう言いませんけども、うん、苦言をいただいて、やはり振り返ってみると確かに私その方がおっしゃる通りで、すぐね動画は削除させていただいてお許しを買うことができました。で、限定でねお詫びの動画送らせていただいてですね、それ以後何かあるたびにですね、私のアドバイザーのようにですねいろんなアドバイスをしていただけます。今回のね8月15日の1回目のね、Zoom の感想もね、いただいております。で、今回ね、その辺織り交ぜながら、発表をですね、させていただきたいなというふうに考えておりますので。はい、じゃあですね、こういった浩二さんの人柄がしっかりと伝わったところで、そろそろね、じゃあ今日の時点で、どのぐらいのもんなんやみたいなことをちょっと順番に私聞いていきますので、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はいはい、じゃあまずですね、はい、10万5万3万1万という4つのコースがあったと思うんですけども、はい、もちろんお名前はちょっと伏せた段階で何本入ってるかなっていうところだけを、はい、順番に聞いていきます。まずね一番大きな、はい、10万円ってのがね 4,5 人ボンといったらそこで終わっちゃうんですけども、はい、10万円は何名かいらっしゃいました？10万円私の分でいけでいいですか？私も連絡させてもらったの足してください。あ、大丈夫ですか？はいはいはい、10万円がですね、2口いただいております。はい、ありがとうございます。はい、次はまあ、5万円なんですけども、まず10万円来ると思ってました？はい、さすがに10万円はないだろうなって、5万円出ても5万円が一口二口で、あとは3万円1万円が何本かで、そうですね、で、なんて言います、10月までって二次締め切りを設けさせていただいたんですけどもね、はい、ポンポンと10万円が二口で、うん、5万円が一口、5万円が一口、はい、はい、あとは3万円もあります？3万円も、入金確認はできてないんですけども、3万円も一口来てたはずです。はいはい、あと1万円がやっぱり一番多くてですね、はい、と何口でしたっけ、ちょっと総額でしか覚えてないんですけども、はい、6口だったですかね。6口、はい、はい、もうねこれで、4つのコースそれぞれ以上ですかね。そうですね、あとね、お気持ちとしてね出資ではないんですけども、はい、お気持ちとしてね、川原企画の、開業のお祝いという形でですね、はい、とある方から、2万円、口座の方に振り込みをしていただいております。はい、じゃあ出資じゃなくてもうご祝儀みたいな感じですかね。そうですね、まあお会いした時にはねお酒を飲みましょうということでお話は、はい、させていただいてるんですけども。すごいですね。じゃあこれ、
合計すると、その、まあ、2万円も合計させていただいて、トータルでいくらになります？はい、ね、35万円になってます。ありがとうございます。YouTube がなければここまで来てなかったはずです、これは。そうですね。ね、浩二さんが日々発信しなければこれもなってなかったと思うんですよ。いやいや、そんなことないです。やっぱり久保塾長さんのね、あの力添えがなければあのこれだけの金額というのは到底無理だったと思いますので、やはり久保塾長さんのおかげと一つに、思っております。いや、それは恐縮ですけども、やっぱり何よりも浩二さんを信じて、浩二さんに期待をかけてね、自分のことのように浩二さんの事業を大切にしてくださる今回の出資者の方、皆さんのおかげっていうところが一番ですね。そうですね、ありがたいですね。応援メッセージもね、いただいております。本当あの心温まる応援メッセージ多数ね、いただいております。本当ありがたいですね。うん、あとはまあこう出資というお金だけじゃないと思うんですよね。そうですね、言葉かけていただいたり、はい、放送を見てくださったりとか、はい、心の中で浩二さんうまくいってくれればいいのになっていうふうな、そういった人の気持ちってのが全部浩二さんのこれから始める事業の糧となってるはずなんですよ。はい、まあ、そこに対してね、もう出資してくださった方、金額に関わらず、もう入金するしない関係なく、改めてもう一回お礼をちょっとこの辺で。そうですね、本当にね、このようなね、未熟者ではございます。年齢ばっかり言っててね、一つの仕事は長続きしたこともございません、うん、このようなね、私にですね、多くの皆様が、ご出資とそれから温かい応援メッセージをいただいたこと、本当感謝しております、うん、その気持ちにね、恥じないよう一生懸命頑張って、進めていきたいというふうに一生ですね、この約2週間、はい、ちょうど2週間になりますかね、はい、そのようにますます強く感じるところであります、うん、これから実際に、これね、はい、浩二さん事業始まることが結構目の前に見えてきてると思うんですよ。はい、で今度の事業ってのはまさにこういった多くの方の応援支援期待をいただいて、なんか、はい、ものすごく無我夢中でね進んでいくんじゃないかなと思うんで、私はもう完全に成功しか見えてないですね。すごい、ありがとうございます。雨の日も風の日もこれから取り組まれると思いますけども、これからね、だから出資された方とか、うん、この放送を見てくださった全ての方が浩二さんの背中に、背中をね押せとばかりに応援してくださると思うんですよね。そういった人の気持ちを背負いながら、はい、始めるということになりますし、それからグループね、ヘラクレスグループの上さんをはじめとする、はい、他のスタッフさんも、はいはい、きっとですね、浩二さんを誇らしく思うと思うんですよ。で、ここからが今日の、放送のですね、主題になってきますけども、はい、ただ満額いってませんと、今日の時点で。そうなんですよね、はい、まだ締め切りは9月末とはいえね、これ一刻も早くスタートした方がいいに決まってるじゃないですか。ですんでここでね、ちょっと思いの丈を改めて皆さんにお伝えして、はいはい、あと10万でしょ。そうなんですよね、あと10万ですよ皆さん。10万、それを10万をどうするのかをこの放送を見てくださる方が決めるということですからね、本当すごいと思いますよ。この確かに、ね、はい、何百万何千万集めようという企画ではありません、本当に45万というね、事業のスタートとしてはその莫大なものではありませんけども、だけどもこうやって普通の人がね、金融機関でも何でもない方がこうやってお金をお寄せいただいて、お気持ちをお寄せいただくというところと、あと浩二さんがその思いを汲んでね、これから出会うべきお客様に一人一人に丁寧にされると思うんですよ。それから新たな信頼を呼んで、単なる事業の成功とかお客さんから売り上げが上がると思うんじゃなくて、これ浩二さん自身の人生を作り上げるものだと思うんですよね、まあ、いわゆる一花咲かせるっていうことのスタートだと思うんですよ。
まあ、そういった思い、私もね、言えばキリがないんですけども、まあ、私の今回ね、話じゃないんで、浩二さんの方に、これからご出資をさらにね、お願いしないといけません。あと10万円ですけども、はい、皆さんね、はい、呼びかける言葉として用意しているものがあると思いますので、浩二さんから皆さんにまたね、メッセージをお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。思いの丈を。はい、わかりました。はい。ですね、今の久保塾長さんがね、おっしゃっていただいたようにですね、現在35万円のね、出資をいただけるということで、お話をね、申し込みフォーム等々メールの方からね、いただいております。 あと希望額45万円に対してね、今現在、35万円という金額をですねお預かりさせていただいておりますが、あと10万円なんです。あと10万円なんです。で、選挙ではないですけどもね、これが多分最後のお願いになると思います。どうか一つね、温かく見守ってですね、一つ、私も速稼塾の塾生としてね、久保塾長さんのお顔に泥を塗るわけにはいきませんのでね、失敗に終わりましたでは、私は破門では進みませんので、久保塾長さんのお顔も立ちません。で、私の後にもね、こういう事業をしたいから応援 してほしいっていう方も控えてると思いますのでね、その方々のお手本になれるよう一生懸命頑張ります。で、ちょっとね、メールでいただいた分なんですけども、質問形式でいただいてるんですけどもね、ちょっとここで、ヘラクレスのグループ内からね、出資は出ないのかっていうご質問いただいてるんですけども、グループであり仲間であるんですけども、ある意味商売がたきなんですよね。同じチラシをですね、自分のエリア、自分のリピーターさんところへ配って仕事を取っていくわけですよね。で、仲間が増えてエリアが別ならいいですけど、この東海3県全てがこの7名、私以外の7名も何年も何年も活動してますんで、ある意味仕事でね、依頼があって、で基本2人1組とか、仕事内容によっては2人1組、3人1組でやらせていただくんですけども、基本仲間でありながら商売がたきであるんで、グループ内からの出資っていうのはいただいていただけません。お願いはしましたけどもね、それは代表の方からそういうふうに指示されております。それとあとホームページでね、調べたけど、検索かけたけどヘラクレスグループっていうのが出てこないっていうことで、現在ね、ヘラクレスグループホームページございません。で、今椎野先輩のやられてるね、 ITエンジニア育成プログラムの部分で、私はとりあえずね、ホームページの作り方っていうのを学んで、私がですね、お手伝いはいただかないと何もわからないんでね、私その辺に詳しい友達も1名いてますんで、その方に依頼をしてですね、共同でホームページっていうのは、ヘラクレスのホームページ、それから川原企画のホームページっていうのは作らせていただきたいなというふうに考えております。何が何でもね、成功、自分だけが儲かって、はい、こんだけ儲かりました、はい、お返しします、お約束です、ありがとうございました、じゃなくて、私の後ろにまだね、事業をね、考えている方が速稼塾の中にも多数おられると思うんです。その人のためにもね、やっぱりこのマネーの虎第1回で終わらすわけにはいかないんで、もちろん私も成功したいです。で、もう本当これでもお願いなんですけども、
あと10万円なんとか皆様にね、お力をいただきたいと思います。はい、以上でよろしいですか。そうですね、あと、まあ、言い出すときりがないんですけども、はい、そうですね、とりあえず質問、個人的にね、限定の方では送らせていただいたんですけど、今申し上げた2点、あ、それからですね、上の方、この質問の中にね、グループの売上の目安っていうか、年商どのくらいあるのかっていうのをね、お問い合わせいただいてるんですけども、まあ、言葉濁されたんですけども、はい、グループ長の上の方が、利益じゃなくて売上なんですけども、売上なんですけども、はい、年間で1000数百万円というふうに聞いております。はい、はい、あ、以上ですかね。そうですね、私から、はい、報告できるのはここまでになります。あとはもうお願いですね、はい、残りね、はい、はい、この浩二さんもそのグループには属しているんですけども、でもグループに依存するっていうのはもう全然ないわけですよね。言ってみればコンビニのフランチャイズみたいに同じ看板を掲げてるけども、まあ、ライバルでもあるんで、やっぱりね、競合、時点内競合っていうんですかね、そういうものもあったり、証券被らないようにやったり、でも共通の利益のためには協力することもあるよっていうところで、じゃあ、まあ、出資金っていうのはお金っていうのはそれぞれのフランチャイズをされてる方が動くのに必要な、まあ、エネルギーでありますから、それをなかなか、じゃあ使ってよっていうことにもなりませんし、あとやっぱりね、私の思いとしてはこれグループの中で済んじゃうとそれで終わっちゃうんですよね。やっぱりできれば協力したい人をグループの外から募りたいなっていうところがありますので、そういったのもね、浩二さん組んでいただいて、今回のような運びになってますんで、もうなんていうんですかね、応援したい人を、ね、見つけたいわけなんですよね、クラウドファンディングですから。まあ、ですので、もしかしたらヘラスクールスグループの中に匿名で、遠くから手を回して出してくださる方がいたら、それはもうそれでしょうがないんですけども、一応ね、身内の中でというよりも、あ、浩二さんなんかやるんだ、だったらこれ使ってよみたいな人がね、いればなっていうところもありますし、それから今回これ第1回目ですから、第2回目誰か事業を始めたい人がまた同じような、ね、形でねやってくださるときに、あ、なんか速稼塾のマネの虎で企業希望、出資希望したら集まりやすいぞっていうふうに私もしていきたいですし、プラス出資した人がね、高い確率で、まあ、わずかでも儲かっちゃうとかね、それから事業の成功に自分も寄与できた、その喜びがある、誰かの役に立てるってところをやっぱり共有してもらいたいなと思うんですよ。私もそうなんですけども、これで速稼塾ってものをね、運営させていただいて、今みたいな暮らしを送らせていただいているのは、まあ、少なくとも速稼塾を購入していただいた方全ての方がやっぱりこう、まあ、恩人になってるからなんですよね。まあ、ですので、おそらく速稼塾にご縁を持っていただいた方っていうのは、速稼塾が詐欺呼ばわりされてダメになるよりも、速稼塾によっていい暮らしになったよ、なんかすごく考え方広がったよ、人脈広がったよっていう風になった方が誇らしいと思うんですよ。うん、だからそれと同じような感じで、特定の人がね良くなってはい終わりじゃなくて、次の人に可能性を残したいなっていうところはね、浩二さんの今回の企画にもものすごく重要なところなんですよね。まあ、ですのでとってもいいご質問いただいて、回答も本当に分かりやすくってその通りだなというところで聞いて、聞かせていただいたんですけども、浩二さんがこれからやろうとしていることっていうのは、今回出資された方やこの放送を見ていただいた方の事業なんですよ、みんなの事業なんですよ。ですのでこれからね、なんか便利屋さんっていうのがどういうことをやるのかってことを、浩二さんも放送でいろいろとね、お知らせしてくださると思うんですよ。今日はこんなことしました、あんなことしました、こんなトラブル解決しました、お役に立ちました。でそういうので放送を見た方が、あ、だったらこれも頼めるんじゃないかなと思ったら、どんどんね、情報をお寄せいただいて人を紹介してくださってね、
厄介であればあるほど浩二さんは全力で立ち向かってくれると思いますんで、まあ、ある意味ねそういうふうな親分だと思ってね厄介ごとどんどん投げてもらいたいと思います。日本全国津々浦々から。そういう意味で言うと速稼塾は今47都道府県に塾生さんいらっしゃいますんで、もうねどこでも OK みたいなね、まあ、いきなりは北海道沖縄に行けない場合もあると思いますけども、困った人がいるんだなってことが分かるだけでも浩二さんの事業のプラスになると思いますので、遠慮なくね、情報を共有して協力していただければなと。だから出資以外にもできることがあるよっていうことなんですよね。まあでも当面はあと10万必要なんで、皆さん10万お願いします。1万円10人でもいいですしね。そうですね、10万円一口は本当にありがたいんですけども、やはり10人の方から1万円ずつ、ね、出資いただけると、やはり私のこの先のね、行動の糧になるというふうに考えておりますのでね、より多くの方に少額で結構なんでね、お願いしたいと思います。はい、まあ、1万円3万円のコースを10点でなんかパラパラっといただけるといいですね。で、そうですね、今回ね熱心に、まあ、お願いする中で45万を突破して46万集まっちゃったとかね、50万集まっちゃったみたいな結果もあると思うんですけども、それもね事後報告させていただいて、実際集めたお金オーバーしちゃったんだけども、それは全部事業に必要なものを使わせてもらいますということで、会計報告も後でしてくださると思いますから、自分が3万円出たらオーバーするんじゃないかなっていう心配いりませんからねオーバーすればするほど浩二さんが動きやすくなるだけですから、きっとね、車のガソリン代もいると思いますし、もしかしたらこの工具もあった方がいいかなっていうのを気づくと思いますので、その辺は温かく 見させていただいてね、オーバーした分はいいじゃないかみたいな、ね、ちょっと大きな気持ちでも応援していただきたいと思うんですけども、その辺もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしたいと思います。オーバーした分は記念品にしようかみたいなことも考えたんですけども、事業に関わることとか事業が一歩でも前に進むことに使う分には出資者の方誰もね怒らないと思いますんで、そこは怒らないでください。でも本当に悪くは使いませんので、よろしくお願いします。そうですね、何に使ったかっていうのは必ず動画でね、入力フォームの方に Gmail 入力するところがあるかと思いますので、そちらの方をね、私把握しておりますので、限定動画にはなるかと思うんですけどもね、出資者の方にね、お一人お一人様にね限定の動画っていうのは送らさせていただきます。で今日このような作業をしてますっていうようなね、短い動画になるかもわからないですけどもね、スポットスポットでやらせていただきますので、それとすでにね今日だったかな、上の方から電話あってですね、来月のチラシ、これチラシもね実はうち買い取りなんですね。1枚2500円、うん、で買い取りなんですけども、9月のチラシどうするっていうから、もちろん買いますよということでね、注文させていただいておりますんでね、うん、自分の名前を印鑑をついて電話、携帯の電話番号ね、あと印鑑を作って、印鑑を貼ってですね、一件一件ポスティングとピンポン営業、こちらの方をね、もう9月1日間に合うか間に合わないか、ちょっとチラシの方がわからないですけども、上がり次第ですね、もう原付で、まあ、これはまあ以前からやってるんですけども、リピーターさん巡りとですね、ご挨拶と兼ねてですね、また新規開拓、お客様のね新規開拓に努めさせていただきたい、9月初めから努めさせていただきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあもうチラシはすでにスタンバイして、もう明日にでも始めるぜみたいなね勢いがありますけども、ただやっぱりこうどうしても乗り越えないといけない壁がもう一個あって、それは運転免許証なんですよね。そう、運転免許は一定の時間がかかりますので、その間は広報活動とかね、それから
仕込みになると思いますので、実際の売り上げが立つのはちょっと先になるんですよ、皆さん。これはもう皆さん納得の上で、この放送を見ていただいていると思いますし、出資される方もまずは運転免許のお金がいるんだなっていうふうな認識した上で入れてくださってると思いますけども、もう学校は決まりました？まだ予約は入れてないんですけども、先週も一回ね覗きに行って、この今武漢肺炎新型のね、デルタ株とかなんとかっていうのが流行ってるんで、状況どうなんかなっていうのでね、確認、普通通り教習ってやってるんですかっていう形でですね、ちょっと行ってきた、すぐ近所なんですけどもね、行ってきたんですけども、滞りなく教習はやっておりますっていうことで、はい、お返事いただいておりますんで、はいはい、集まればもうすぐにでもね、予約っていうか入れさせていただいてですね、入学金を支払いすることで予約という形になっておりますんで、45万円、集まった段階でね、予約、これ本当ね言葉にするのはどうかなって思ったんですけども、久保塾長さん日頃おっしゃっておられるようにね、手の上に乗って初めて45万円なんですよね、ですんでぜひともね、足らずの分一つご協力いただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではもう思いの丈しっかりとね出していただいたと思いますんで、皆さんここからはね、あとは皆さんの気持ちでございます。小池さん、連絡先など今日はこう帳面で出したりします？特にないですか？ごめんなさい、ちょっとなければいいんですよ。一応ね、入金先なんですけども、一度小池さんの方にもしくは私の方でもいいんで連絡をいただきたいんですよね。そうですね、もしくはすでに入金された方は入金の後でもいいですから、追加でいくらしましたよみたいな感じでね、いきなり入金されててもそれが何なのか分かんなければ困っちゃいますんで。そうなんです、銀行からね、銀行へ足運んでいただいて、銀行から、現金でご入金いただける方はね、振込明細書の社名をですね、私の G メールか、もしくは久保塾長さんの G メールに、速稼塾費じゃなくて、マネーの虎の分ですっていうことをね、一言添えて、メールで久保塾長さんなり私なりに送っていただけると、判断がしやすいで、まず入力フォームから申し込んでいただいたら、もう一番確かかなっていうふうに感じております。それと、インターネットを経由してね、スマホ、タブレット、パソコン等からご入金いただく場合は、個人情報のところはね、ちょっとこう、テープで隠していただくかね、残金の部分が見えてしまうと皆さん具合が悪いかと思うんで、ちょっと振り込み明細書だったらもうマジックでピッと消していただくとか、あとテープ貼っていただくとかね、でスクリーンショットの時はちょっとそこだけ なんかこう手で隠されへんか、ちょっとそこだけは映らないようにスクリーンショット撮っていただくとかいう形でですね、必ず明細書のね、写メかスクリーンショットっていうのはいただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、お手間をおかけしてね、皆さんにお願いするばかりでございますけども、必ず恩返しはさせていただくということなんで、それはね、出資金にちょっとだけお気持ち添えてお返しするってことじゃないんですよ。そのことだけではないんですよ。もう生涯の、恩人として浩二さんが寝ても覚めても出資してくださった方のことを忘れないってことですからね、その人の気持ちが何よりも大切な、報酬というかね、謝礼でございますんで、お気持ちですからね、はい、もうなんか私からねこう言うのもちょっと偉そうですいませんけども、ぜひね浩二さんを男に慕ってくださいみたいな感じですか？よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日の放送は以上ですね。浩二さん、言い残したことないですか？そうですね、
またちょっと今回もズームには来れなかったっていう人もいてるんで、アーカイブでまた Gmail ででも送っていただくか、はい、まあね、塾長さんのことですから、もうこのあとすぐアップされていると思いますんで、はい、またあの後ほど連絡の方はね、させていただきたいなというふうに感じております。今回ちょっとね、一部の方だけのね、メールをあの紹介させていただいて悪かったんですけども、本当にね、その方にはお世話になっております。いろんなね、叱咤激励もいただいておりますし、こういうふうにした方がいいとね、アドバイスもね、この他にもいただいてたんですけども、これはちょっと久保塾長さんと相談させていただいてね、今回の発表っていうのはここまでにさせていただきたいと思いますので、その辺ね、ご本人さんはお分かりだと思うんですけども、よろしくお願いしたいと思います。皆さんのね、ご協力があっていくらなんで、一つね、この柄の悪い西成工事、川原工事にですね、一つご協力をいただいて、皆様のね、お力になれるように、恩返しができるようにですね、させていただきたいというふうに考えておりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。工事さんの成功は皆さんの成功にもなりますので、まずその第一歩のためのね、資金がどうしてもあと10万いるんです。お願いします最後のお願いに参りました。はい、選挙みたいになりましたけども、はい、じゃあ今日の放送はこれで全てでございます。本当にお集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、お疲れ様です。皆さんお名前呼ばさせていただいたらいいんですけどもね、本当何名ですかね、今日は 1,2,3,4,5,6,7,8 名ですね。8名ですかね。はいはい、ね、再放送みたいなね、2回目の放送になるんですけども、こんだけの方がお集まりいただきまして本当にありがとうございました。ちょっとね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様でございました。ご参加いただいてありがとうございました。以上です。小路さん、じゃあします、30、31日集計しましょうね。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。お疲れ様です。ありがとうございました。